ミルワイカスピ時間ラジオ井上までございます。ノーミル佐藤です。いや、三笘選手のゴールの話をせざいでかっていう話ですよね。いや、本当だね。今日はもうその話だけしたいぐらいです。夢のようなヨーロッパ組の活躍ね。そうだね。もうレアルとやってる人がいてね、パリサンジェルマンとやってる人がいて、バイエルンとやってる人がいて、そしてリバプールを破った人がいて、これ、何祭りだったんですか、これは。このカレンダーは何くんが決めてんの、これ。日程くんじゃないでしょ、何、世界のなんか。ねえ、リーグをまたいだ。ね、神くんですか、これ決めたのは。でもそこ全部でやっぱ結果残してる選手がいたってのがすごいね。そういうことよね。いや、アシストやらゴールやらね、そして大御所と引き分けてみたいなさ。データ叩き出して、もう詳しくは今日出したね、ミルワカの動画を見ていただきたいんですけども ね、先生が出してくれました。これは楽しくなってきましたね、先生。そうですね。これがなんか、あの、なんですか、データ面とかも言っていただいたんで、こう、人気、サッカー人気の話しましょうか。ね。あ、いいですね。これをうまくつなげたい。だから、ワールドカップ終わっちゃったね、次4年後だ、じゃなくて、今、ワールドカップ級のことが起きてるよ、という。ことをね。そうだね。これスポーツニュースとかでバンバンやってくれるんですか、今日の夜あたりやってくれてるんですか、これ。いやー、やってないでしょうね。やらないんですか、これは。あの、各、ワールドベースボールクラシックはまだ先だから、いいんですよ。いや、楽しみだけど。あのね、放映権的なものを持ってないんですよ、いわゆる。その動画を使っていい権利というか。だって昔は結構流れてましたよ、セリアとか。だって昔と、あれは。金額全然違うもん。ああ、そっか。だってあれ、フジテレビでやってたもんね、セリアの試合とかね。だって当時チラッともダメなゴールシーンだけちょっとだけダメですかっていうのダメなの。だからワンクリップを買うみたいなことは多分してやることもあるかもしれないですけど、それも高いってことでしょ。そうなんです。だってあれはさ、あれですよ、あのドルトムント香川真司時代の約100倍です今。おかしいじゃん。買えないのよ。買えない。でもだからテレビ局も買って流したところで、費用対効果でその高かったらね。そうなのよ。赤字になっちゃうんですよ。要はね、いくら売れてもその仕入れ値がね、おまんじゅう1個作るのに100万円だって言われたらね、なんぼ並ばれてもね。ちょっときついですよね。これは矛盾ですよね。だって放映権だって儲かりたくてそうやってやってて、人気出したくて作ってんのコンテンツがどんどん高くなってね、高くても買うからってことでしょ。そうなんです。マニアしか見なくなっちゃうんですよ。これ聞く見れなくなっちゃうんですよね。大問題なんだよね。これ各国日本以外はそれどうやって乗り越えてるんですか、こういう問題。だからね、それを買うお金持ちがいるんですよ、ちゃんと。その民放ってことに。とかどっかに。民放っていう、あの、概念がないんかもね。ちょっと違うんでしょうね。そうなんだよね。話がね。だって韓国とかでももうあれだ、多チャンネルって言ってたよ、もう。なんかそういうなんか。いや、そうだよ。ね、テレ朝、フジテレビとかそういうんじゃないって言ってたよ、もう。そうだよね、スポーツチャンネルっていうのがあってみんなそれ見てるせいだよ、スポーツは。まあ、そんなことでしょう。ちょっと何が言いたいかはっきり分かんないんだけど。とにかくもう50、60あるせいだよ。それが普通なんでしょう、もう。でしょうね。で、お金払うのが普通でみたいな。だから見れるのかな、だと思いますね。これは由々しき問題ですよ。好きな人は検索してね、オパソで見ますけど、さ、オサブスクで見ますけど、うん、テレビでやってないから人気ないって思う、でも思う時代でも終わってんのかな、もうね。わかんない、もうこっちちゃんだから、こっちは。でもだからちょっとあまり本当に良くないことなんだけど、いわゆる天才動画とかで YouTube とか TikTok で見るとかっていうことになってんのかなって思いますね。まあそうですね。まあまあ、あの、Twitter とかでね、そのシーンは出してくれるからね、あんまそれで見れてんのか。そうなんだよね。だから90分やっぱり見る時代でも、あの、ハイライトすら見る時代じゃないのかもしれないですもんね。そうね。うーん、講談師になろうかな、2分ぐらいで。さあ、そこで、左サイドに飛び出した三笘、そこで、トロサールが、みたいなね。いいんじゃない？そういうの20秒ぐらいでやったらいいんですかね。いやいや、動画見るわ。20秒も。なるほどね。映像系に元には勝てないっすね、なかなかね。だからあれ民放の編集力でさ、面白くね、やっぱこう、10分ぐらいで、幼少組全員スペシャルみたいなのをやってほしいけどね、それができない時代なんだね。そうだね。できない時代なんですね。そうなんだ、ね。どうやったらできるんですか？クラファンですか？おじさんたちがお金集めて民放に。でもそれじゃ、そんなんじゃ全然買えないわけで、そんなんで買えるぐらいなら民放買ってるわけでしょ？いや、俺、また俺今、できるのは一社しかないんじゃないかなと思います。一社、お唯一一社、はい、この国に、はい、やるならサイバーエージェント。アベマさんですね、サイバーエージェントさん。そっか。しかないでしょう。うん。でも違う、やっぱ地上波でやってることに意味があるわけでしょ、それっていう。そうなんだよね。テレ朝でってことっていうふうになればベストですね。なるほどね。
それは我々はいいですよ。それは好きだからお金払うのはいいですけど。そうだね。なんかこう興味ない人にその状況がね、目に入ってくるっていう状況がないのはちょっと寂しいなっていうのはサッカーマニアのエゴでしょうか。そういう時代じゃないんでしょうかね。興味あるものは自分で探せと。ね。国民的人気のあるものなんかもう何もないぞと。うどん、そば、味噌、醤油だけだと。ね。そうか。でも確かに今テレビ見ると大体食ですもんね。まあ食はみんなのね、あれですからね。みんな好きだからね。そうですか。なかなかなのかな。いや、ありますよ。東大王クイズ、家庭の医学。ね。ありますよ。確かにね、うん、そういうのもありましたね。動物、ペットもの。動物もそうだな、うん、なかなかスポーツってこないですね。そうなの、まあ、難しいね。そういうことですか。スポーツが人気なわけじゃないんですよね、もちろん。そうなんです。人気あるけど、その人気でパイペイできるほどの値段で買えないっていうことですもんね。そうですね。くれればいいのに。だからサブスクにさね誘うために毎週のダイジェストはもうリーガもプレミアも日本の地上波にあげますよと。いや、だから90分見たくなったらもうあの契約してくださいってさ、うん、ダメなんかい。それ今だダメなんだ。だってツイッターでダイジェストが流れちゃう時代にだよ、ね、YouTube で見れちゃう時代にさ、何ちゅうまだ判断が遅いよね。どういうルールなのそれは。ねえ、わかんない。だって教えてあげようかな。プレミアさんだって得しますよ。これ多分すごい、すごい分かってます。すごい分かってないから子供っぽいこと言ってるの分かってるんですけど、ね、プレミアさんもね、日本の民法使っていいよって。使っていいよってすると、うん、お金払って買ってくれるところに示しがつかないんですよね。そうなんですよ、ね。そこなんですよ。難しい問題ですよ。難しいですよね。これだけのことがひょっとして伝わってないんだったらね、もったいないよね。そうだね、うん、あまりの活躍ですからね、うん、これでも置き換えてね、うん、アメフトのファンが、いや野球のファンが、うん、何でもいいですよ、うん、この熱量でね、うん、僕がもしそこに興味なかったとして、サッカーほど興味ないわけですよ、うん、この熱量で言われたら僕は、うん、相当鬱陶しいよね。うるせえって言うよね。まあ見たきゃ見るわ、こっちは。その知らんがなって言うわ。そうだね、見る気持ちになっても、その見る気持ちになるかどうかってところ、ね、やめよう、こんな話。すごく活躍してそれでテンション上がった話をしたかったのに、なんかテンション上がりすぎちゃってね。そうだね、一周しちゃったね、なんかね、一周しちゃったのよ。いやだからこのね、嬉しかったって話何度も言いますよ先生に。これね、22人の世界選抜みたいなね、うん、パリ・サンジェルマン対ランスの22人に伊藤がいたりとかね、ソシエダ対ね、レアルマドリード、うん、あの22人の中で久保がいたりね、それどころかもうね、トップ5、6ぐらい入ってるわけですよ、その22人の中でもね。そうだね。そしてはね、もうリバプール、あのヨーロッパチャンピオンだったリバプールね、破った最先鋒にね、ミトミーがいるわけでしょ。いるね。しかもあのアディショナルタイムのドラマ、あんなもう世界中が見たでしょ。昨夜。そういうことだよ。どうでしょう、世界。みんな見ただよ。ね。エゴでしょうか、世界中が見たって。揺れてまして、あの、よくアグエロとかで見たあの揺れ方ですよ、カメラの、プレミアリーグのカメラが揺れて。ね。ね。ね。初めのタイム、膝滑って。あの中心にね、三笘がいるわけですよ、もう。いや、もうほんと涙出そうになりましたよ、私。ちょっと、世界の、ね、ほんと一流軍団に入りましたもんね。で、それが何人ですかって、鎌田もね。で、長谷部も出てたでしょ、バイエルね。そうだね。バイエルンとやって、ちゃんとこと戦えてたわけですし、もう、なんという世界が来たんだと。本当そうだよ。思いますよ、私。それでさ、プラス。20年前からタイムマシンでね、来ちゃった人だったら、もうあれですよ、もう他見ないでいいから、これだけ見て帰りますよ。いや、でもそれでさ、うん、こう、日本人のこう、例えば人数がそんなに多くなくて、はい、その三笘くんとか竹とかだけが活躍してるとかっていうわけじゃなく、はい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 、もちろん、シントとロイデン組もゴール決めたり、アシストしたりだとか。そういうことなんですよね。で、上田綺世もゴールを決め、相馬君もゴールを決め。はいはいはい、はい。本間潮はアシストし、鈴木斗一もゴールを決め。いやー、素晴らしい。いやー、これはすごい。ビバ日本協会、ビバ J リーグですよ。そうだよ。さあ、翻って、こういうご時世の中、新しいシーズンの J リーグね。うん、これ絶対楽しくなるわけですけども。そうだわ。どう見たらいいですか、これは。こんだけ海外のテンション上がることになっちゃった。さあ、日本は、うん、どう見たら楽しめるってことでしょ。
そうだね、もちろん我々はね、常に J リーグの方が楽しんでるぐらいの、まあそうだね、見てますけれども。うん、ねこの、こういう、海外無双が始まっている影響っていうのは J リーグにどういう影響として先生、こう、俺は、いきそうですか？はい。これ、それこそ今日の夜やる奥座敷とかでもチラッと話そうかなと思うんですけど、はいはい、あ、そうです。奥座敷なんでね、メンバーシップ。はい、各チームちょっと変わり出したことが始まりました。お、なんですか？やっぱり、ヨーロッパ送り出そうって感じちょっとしてますね。あ、もう活躍しちゃったら取られるのはもうや、もうしょうがないと。うん。逆にもう送り出しようじゃないかと。要はだってそれすれば、国内だったらまだ難しいところまだあるかもしれないけど、ヨーロッパとか結局プレミアとか到達すれば、信じらんねえが入ってきますから。そうですよね。信じらんねえお金が回ってくるわけですから。そうなんです。信じらんねえ報奨金で買えないわけですから、こっちは。うん。はいはいはい。だから育成しっかりしなきゃなってのはちょっと思い始めてる感じありますね。はいはい、っていうことはですよ、若手を使おうってことになってくるってことですね。要はサイクル早めて、どうせ若ければ若いほど買われるわけだから。うん。そのサイクルを早めないといけないってことだよね、要はね。そうだね。ってことは育成大国に一旦ならざれないって言いますか。もっとなるでしょう ね。そういうことだね。っていうことは J リーグはどんどんフレッシュになっていくってことだ。そうなんですよ。ね。そういうことだ。よくあのスターが出てっちゃうからつまんないみたいな、なんか古い言い方をする人多いじゃない、うん、空洞化みたいな。そんなのないわけでしょ、うん、ない。何が空洞やと。うん。ね、日頃からネクストスターが現れまくる国ってことになりますから、うん、なるほど。そんでも、うんで、そのお金で外国人選手を取ったりとか。ね。そして、海外から帰ってくるレジェンドクラスの人間を取ったりとかっていうことで、リーグが運営されていくっていうね。そうだね。これ各国の、なんていうの、B クラスリーグみたいなところってそういうふうにやってるわけだよね。そういうことでやってますね。だけど、他の、そういう国たちは、ちょっと財政の動かし方がちょっと下手くそだったりとかするので、なるほどね。そっちで財政破綻とかあったりしますけど、うんうんうん、この国はそういうこと起こらないから。真面目ですから、きっちりします。そう。はい、やっぱだから、また10年後、20年後での成長が見受けられるよなってのはすごい思いますよね。うん、10年後、20年後、J リーグはどうなってますか、これ。やっぱちょっと各クラブ、各クラブのユースの施設とか、ちょっととんでもないことになってるから、ね。ああ、なるほど。良いですね。みんないいクラブハウスできてるじゃないですか。ああ、そこでね。ジャスコ保育園、ロジホーム全部あって、ね、地域とみんなで、ね、バスはタダで、サッカーの、ね。いやー、あるかもしれん。まあね、エゴでしょうか。理想のね、感じ、サッカーわからしゃでもだから、水戸のね、集まれみたいな感じとか、はい、今治の里山スタジアムみたいな感じとかになったりとかなってくれればいいけど、ね。そうだね、そうだね、そういうモデルが成功してくれるといいですし、ね。そういうスポーツツーリズム的なことももっともっと盛り上がってね。うん、僕的にはやっぱ飲酒文化ですよ、やっぱりね。スタジアム終わってすぐ酒飲める。ね、わーわー言うて、アホみたいに飲んで、もう飲みたいからスタジアム行こうや、みたいなぐらいで、そこがまずないと、みたいなね。そうだね。っていうのもいいのかな、そこに出会いもあって、ね。そうだね。ね、悲しい別れもあって、何年後あの人が着てたユニフォームでね、この背中をパッと、サムシングオレンジの世界観ですけどね。ああ、ね、その時に日本はベスト4ぐらいに入ってるでしょ、もうね。あるでしょうね。ねACL でもいい結果を出すし、J リーグでもみんなすごく面白い試合が続き。でしょ、そういうことでしょ、そういうことだよ。もう飛行機とかも早くなってるから、移籍とかも簡単でしょ、これね。ねえ。ひょっとしたらもう、かもしれない。国境なんかないかもしれないね。パスポートもスマホアプリかもわからないね。ありえるかもしれない。すぐピッてやっちゃっていけちゃったりするかもわからないからね。そうだね。あ、そうかもしれない。もう場所なんか移動しなくたっていいのかもしれない。ね。等身大ホログラフをね、センターにどっかでやってね、もう自分の机の上で、もう、ね、チャンピオンズリーグ決勝が見れるのかもしれない。ね、ないね。チャンピオンズリーグ、ヨーロッパとアジアの隔たりなんかもないのかもしれない。ね、人間はすでに体を持たない、もう生命体なのかもしれない。もう新書書いてくれ、新書。岩波新書とかで出してくれ、それサッカーとは何なんだろう。概念である。終わりだよ。もう終わりだよ、そんな。そうだね。終わりだよ、もうそんなの。いや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 。まあ、てことでね、まあ、こんな話も含めて、今日の夜、またメンバーシップライブ、こんな話はしませんので、皆さん、先生がきっちり話してくださるんでね、メンバーシップぜひ遊びに来てください。お願いします。ありがとうございます。ということで、ね、本当にありがとうございます。ヨーロッパの皆さんも、Jリーガーの皆さんもね。楽しませていただいて、お疲れ様でございます。お疲れ様です。怪我のないように開幕楽しみにしておりますので、ね。そして皆様がね、ちょっとこの週末感じたこともまたコメント欄にバシバシ書いていただきたいと思いますよ。はい、よろしくお願いします。先生からお知らせございましょうか。はい、他にあと2月3日ですね。はい。
金曜日に、大久保じゃないや、高円寺で、トークライブやりますので、はい、よろしくお願いします。ありがたいことにというか、すでに座席の方が満席になっておりまして、はいはい、あとは残りオンラインだということになっておりますので、はい、オンラインの方でお買い求めいただければと思います。はい、よろしくお願いします。見ていただきたいなと思っております。ということで、はい、登録、高評価ぜひよろしくね、見るわかりやすい時間ラジオ毎日お昼にお送りしてます。いやいやすみませんでした。それじゃあまた明日。じゃあねまたね。のめばでした。のミルク佐藤でした。はい、じゃあね、はい、じゃあね、またね、はい、じゃあね。